デジモンフロンティア、ブルーレイボックス、スペシャルドラマ CD、希望という名の電車。電車が揺れますので、ご注意ください。起きた？ぐっすり眠ってたね。え？目黒？目黒ならとっくに通り過ぎたけど。乗り越しちゃったの？よっぽど疲れてるんだ。忙しいんだね。お疲れ様。なあ、ともき。何ですか、たくやさん。お前、また背伸びてねえか？今何センチある？180センチです。たく、こないだ追い越されたと思ったら、ずいぶん引き離されちまった。正面の吊り革に捕まっている男の子たち、高校生みたいだね。どんな話するのかな、ちょっと聞いてみよう。すいません。いや、謝ることはねえよ。ところで、折り入って相談ってなんだ？実は、生徒会長に立候補しようかどうか悩んでるんです。そりゃ、すげえじゃねえか、ともき。でも、一つ問題があるんです。なんだ？僕、1年生なんです。なことは知ってるよ、俺3年だもん。生徒会長は普通2年生がなるんです。お前の高校には1年生は生徒会長に立候補しちゃいけないって、そんな校則でもあんのか？いえ、ないですけど。でも誰もやった人がいなくて。誰も文句なんか言わないよ。もし言うやつがいたら俺がとっちめてやる。拓也さん、それだけはやめて。ともきもともきだよ。んなちっちゃいこと気にして、誰もやってないことをやる、それがフロンティア精神ってもんだろ。多分そうですね。わかりました。僕、立候補します。よし、そうと決まれば作戦会議だ。まずキャッチフレーズっていうか、スローガンをどうするか。スローガンなら決めてます。ってなんだ、最初から出る気だったんじゃないか。違うんです、来年立候補する時のために考えておいたんです。そうか。で、どんなスローガンだ？いじめ、意地悪、許さない。おっほ、ジャックモンの決め台詞だな。はい、僕の学校いじめがあって、なんとかしたいって思った時、ふっと耳元でこの言葉が聞こえたんです。ジャックモンの氷のスピリットの声かもな。そうかもしれません。で、そのことをカツハルとてっぺんに話したら、自分たちも協力するからって言ってくれて。カツハルとてっぺいって、デジタルワールドでエンジェモンと一緒にいたあの二人だな。お前をトレイルモンに押し込んだ。そうです。それが今では友達か。いじめをなくすのが簡単じゃないってことは分かってます。でも僕の代でできなくても、次の代、また次の代と受け継いでいってもらえれば、いつかはいじめが根絶できる。そう信じてやっていきたい。それが僕の公約です。そういえば、トモキ、正義のヒーローになりたいって言ってたけど、政治家でもいいじゃん。そんな先のことはまだ。それより、拓也さんは卒業してもサッカー続けるんですよね。ああ、泉さんから聞きましたよ。イタリアに行くんですって。セリエ A ですか？いや、セリエ D。 上から ABCD、 4番目のリーグだ。すごいですね。まあな。でもそれで満足してるわけにはいかない。そこから経験積んで、フィジカル鍛えて、テクニックも磨いて、トップリーグを目指す。できますよ、拓也さんならできますよ。実は俺、憧れの選手がいるんだ。トモキは知ってるかな？浦和高校 OB でセリエ A で活躍した富田助弘選手。いつかは富田選手みたいになりてえ。ところで、肝心のイタリア語はもうマスターできました？お、いや、それが全く、つか、全然。泉さんの教え方どうですか？どうもこうもあいつ、うっすんだよ。フルザ、フルザって、あ、フルザって頑張れって意味な。言われなくたって頑張るよ。でも世の中には頑張っても無理なことがある。なんです、拓也さん、最初から諦めちゃうなんて。いや、トモキ、あ、
すいません、偉そうなこと言っちゃって。いや、いいんだ。お前の言う通りだ。喋れなきゃ試合に使ってもらえない。やるしかないよな。そうです。僕も頑張りますから、拓也さんも頑張ってください。まもなく麻布十番です。お出口は右側です。 Arriving at 麻布十番。考えたらさ、俺たちデジタルワールドでロイヤルナイツやルーチェモンに嫌になるくらい負け続けた。でも諦めなかったよな。そうですよ、諦めたら終わりですから。それに比べたら泉のチクチク攻撃なんて。聞いた？今デジタルワールドって言ってたね。何のことか知りたい？じゃあここで乗り換えてみよう。まもなく2番線に六本木都庁前経由光が丘行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。ホームと電車の間が空いておりますのでご注意ください。My name is Harry Kuzume。いいなめみゅねすんさって。なに？え、サプライヤーナスラトポちんて。ちょっとこっから移動なんだか。ラーデラー電車の中で歌うのやめて。ワンドラルーチェンスプレンデラー。他のお客さんの迷惑。ま、え、そんな、だって泉ちゃんが歌えって言うから。どうすんのよ、みんなが見てるよ、私たちのこと。何あの人、オペラ歌手？体格がでっぷりしててそれっぽくない？それより一緒にいる子、ほらあの子じゃない？雑誌でよく見る読者モデル、そうそう、堀本泉。やっばい、シャメシャメ。おや、君もあの読者モデルとオペラ歌手みたいな男が気になるって？いい感してるよ。二人の話を聞いてみよう。はあ、それにしても今の歌でよく音大入れたわね。電車の中じゃなかったらちゃんと歌えたよ。でもトリノオリンピックの荒川静香選手を見てオペラ歌手目指すって、純平も案外ミーハンなのね。俺そんなこと言ってないよ。俺がオペラ歌手目指したのは泉ちゃんともっと親密な関係になりたくって。何さっきからもごもご言ってるのよ。言いたいことあるんならはっきり言いなさいよ。分かったよ、言うよ。泉ちゃんさ、高校卒業後の進路は決まったの？一応進学？どこに？それはまだ決めてない。だったら俺の大学に。問題はね、とりあえず面白そうなとこを4つか5つ受けてみて、受かった中からその時の気分で行きたいところに行くつもり。なんか風任せだな。さすが元フェアリモン。フェアリモン懐かしい。そういえばデジタルワールドでフェアリモンだった時ね。うん、風にね、色がついて見えたのよ。そよ風はチェレステ、水色。追い風はアランチョーネ、オレンジ。向かい風はネーロ、黒。色だけじゃない。風の音色、風の香り。風ってね、いろんな表情を持ってるのよ。へえ、そうなんだ。今も風を浴びるとね、ちょっとだけわかる気がするの。風の感触。フェアリモンの風のスピリットがまだ私の中に残ってるのかな。純平はどう？ブリッツモンだった頃の感覚残ってる？俺はどうかな、あんまり覚えてないや。っていうか俺いつもテンパってばかりだったから雷の何かを味わう余裕もなかった。今は？今ってそれどういうこと？まさか感電しろって？できないよ、そんなことしたら死んじゃうよ。そっか、雷って意外と面倒なのね。まあね。
あの二人もデジタルワールドのこと話してる。だんだん興味湧いてきたでしょ。泉ちゃん、ところでさ。何？ものは相談なんだけど、一つ提案があるんだ。その泉ちゃんの入学が決まった時のお祝い手だけど。ああ、クラッチ！ありがとう。何くれるの？いや、物じゃなくて、その旅行とかどうだろうね。イタリア旅行、ローマのコロッセオとかトレビの泉、カプリ島の青の洞窟、アマルフィ海岸、そしてミラノのスカラ座でオペラ鑑賞。バッペーネ、それいい、賛成。やった、泉ちゃんが賛成してくれた。頑張って告白した甲斐あった。行くとしたら大学生活も落ち着いた夏休みよね。タクヤはちょうどイタリアにいるはずだし、コウジも交流できるかも。となるとこっちから行くのは私、ジュンペイ、コウイチ、トマキか。あの泉ちゃん、もしかしてみんなで行こうと思ってない？当然でしょ。そんな。それに何、タクヤがイタリアに行って、それどういうこと？え、ジュンペイ聞いてなかった？タクヤが向こうのサッカーチームに入団するってこと。聞いてないよ。そうなんだ。あ、そうだ。何？夏休みってちょうどリーグの開幕戦の頃じゃない？だったらみんなでタクヤを応援しちゃうよ。え？いい？イタリア語で行けばバイよ。バイタクヤ、バイ、ゴールゴール。泉ちゃん、電車の中ではお静かに。青山一丁目。どうも話がデジタルワールドから離れてきたね。ここでまた乗り換えてみようか。ご覧、あそこに男の子が二人いる。よく似てるよね。双子なんだ。あの二人もきっとデジタルワールドの話をするよ。聞いてみよう。医学部 A 判定だって。すごいな小一、もう決まったも当然じゃないか。いやいや、まだ気は抜けないよ。模試はあくまで模試だから。それよりすごいのは浩二の方だ。俺のどこがすごいんだ？世界一周だなんてすごいよ。スケールがでかすぎて想像がつかない。そんなに大げさに考えるな。バックパッカーって言ったらわかるか？ああ、バックパッカーなら。スマホも持っていくんで、旅先で写真撮ったら送るな。ありがとう、楽しみにしてるよ。でもインターネットでつながってるとはいえ、しばらく会えないのは寂しいな。何？なあ小一、寂しい時は上を向くんだ。向いてどうなる？空はどこまでもつながってる。お前が空を見てるとき、多分俺も空を見てる。そう思えば寂しくなくなるさ。わかった、そうするよ。ああ、だけど一つだけ気になることがあるんだ。なんだよ？うん、何でも言ってくれ。俺にできることがあったら手伝うから。ありがとう。実は母さんのことなんだ。母さん心配性で、俺が1年も2年も帰らないとどうかなっちゃうんじゃないかと思って。それは心配だな。どうにかして母さんを安心させたい。そうだ小一、お前俺のふりしてたまに母さんに会ってくれないか？それは嫌か？いや、嫌じゃないけど、できるかどうか。できるよ。医学部入学に比べたらちょろいもんだ。勉強とモノマネを比べられても。モノは試した、練習してみようか。ああ。母さんただいま。はい。母さんただいま。硬いな、もうちょっと明るく言えないか。母さんただいま。母さんただいま、こうか。そうそう、でももうちょっと声を張って。母さんただいま。母さんただいま。そうだ、バッチリだ。
よかった。問題はガルムだな。ガルム？なんだそれ。ガルムモンのガルム？そう、飼っている犬の名前だ。ガルム、鼻が利くからうまく騙せるか。俺じゃないと分かって吠えたり噛みついたりしないかな。ごめん、俺やっぱり無理だわ。あ、こっちこそごめん。お前の行為に甘えて無理言っちゃって。俺にもう少し勇気があれば、ダスクモンみたいな強さだけでも残っていれば。光一をへこませちゃった。ボルフモンなら明るくしてあげられたろうに。どうしたの？何びっくりしているの？え？双子の後ろに何かいるって？うん、いるね。デジモンだよ。あれがデジモンなんだ。デジモンにはいろんな種類があるけど、あの2体は人間より大きくて強そうだね。なあダスクモン、高一あんなこと言ってたぞ。おいおいボルフモン、昔の名前で呼ばないでくれ。今の俺はレーベモンだ。そうだったな、レーベモン。高一は間違ってる。ダスクモンが強かったのは無知だったからだ。戦うことしか知らない、ただ相手を倒せばいい、それしか考えていなかったから強かった。真に強い者には相手を思いやる心、慈悲の心が必要だ。むしろ高一の方が強い。ずっと高一のそばにいて高一を見てきた俺には分かる。医学部入学のため高一がどんなに勉強してきたか。そうだろうな。勉強だけじゃない、奨学金だけでは足りないだろうと、ずっと新聞配達のバイトを続けてきた。立派だよ高一は。闇のスピリットを共にしたデジモンとして高一を誇りに思う。浩二だってそうだ。本人はまだまだと謙遜しているが、玉磨かざれば光なし。世界を見て回ることで浩二の光はより強く輝くに違いない。その時が楽しみだ。デジモンたち、いいこと言ってるね。人間とデジモンは共に冒険することでお互いに成長するんだ。この電車は東急田園都市線直通、準急中央林間行きです。次は渋谷です。渋谷の次は池尻大橋に止まります。乗り換えのご案内です。副都心線、JR 線、東急東横線、京王井の頭線はお乗り換えください。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。東京メトロ半蔵門線をご利用いただきありがとうございました。高一たちはこの先まで行くんだったな。ボル、二子玉川でも俺たちはここで降りるぞ。分かってると思う。何ぼっとしてるの、君も降りるよ。デジモンたちについていくんだ。あのエレベーターに乗るよ。このエレベーターに乗るの初めてだよね。行き先？地下のターミナル。君はそこからデジタルワールドに行くんだ。さっき見たデジモンたちのフロンティアさ。君、デジモンが見えたでしょ？私はね、君みたいな人をデジタルワールドに案内する役目なんだ。あ、自己紹介がまだだったね。私はネーモン、デジモンだよ。よろしくね。シリーズ違うだろう。勝手こと言うなよ。こないださ、スタッフの一人が渋谷で信号待ちしていたら、見ず知らずの若者がこう言ってたらしいんだ。渋谷といえばパンプとゴツだよなって。嬉しいじゃありませんか。ありがとね。
かも。ではチェックしていきましょうかね。商品の状態、はよかった、梱包、まあまあ納品時期ってチェックもんじゃない。わかってますって、チャツネもん。やはりカレーにはチャツネが欠かせません。もういつまでやってんの、チャックモン。おはようございます。これはこれは、フェアリモン様。ちょっと、女性専用車両ないの？あいにく今の時間は。大丈夫だフェアリモン、このブリッツモンが命を懸けてお前を守る。おっと、人間発電機じゃない、デジモンスタンガンだ。邪悪な欲望に染まりし魂を我が雷が浄化する。お、煙の中に誰かいる。アグリモン、あっけんさん。時代劇。静まれ静まれ、汚れた悪の魂よ、この炎の紋所が目に入らぬか。でもなんで時代劇。知らず言って聞かせやしょう。アグリモンと名乗っちゃいるが、昔の名前は違ってだ。生まれは出雲、元は巫女、役者に転じて旅芝居、歌舞伎踊りが評判の。アグリモンさん、私のことよ。よっ、炎や。解説しよう。奥二門は歌舞伎の祖と言われる女性芸人出雲のお国がモデルのデジモンである。報いはこっちが火の車、おっつけ回ってきましょうぞ。あ、すごいすごい、迫力あるよな。おいおい、乗ってきちゃったぞ。ん、ボルフモン、どうした、なんだか苦しそうだな。あのさ、下ネタ言っていいかな。さあ、いよいよデジタルワールドに出発だ。どんな世界か、ワクワクするね。あー、しまった、出てくれ。遊んでいる間に降り忘れたのね。ドジな奴らだ。くそい、こうなったらめちゃくちゃ暴れまくってる。トリックオアトリート、アングリーエベモンに当たっちゃった。お前たち倒すけどいいよね。いえいえ、答えは聞いてない。チャンス、今なんかマジんだか。うわー、外に吸い出される。それでは皆さん、さようなら。俺たち渋谷に戻ります。あいつらでは物足りんな、もっと倒しがいのあるやつはいないのか。まずい、デーベモンがダスクモに退化しちまった。みんなで止めるぞ、ファイヤーダーツ。ディヒトツイガー、ブレッザ・ペタロ、トールハンマー、ズラララレー、ガイスト・アーヴィントン、ナーナー、こんな場合だけど、下ネタやっちゃダメから。ダメ！ほら、見て、渋谷からどんどん遠ざかっていく。次は前を向いて。あれがデジタルワールドだよ。君の行くべき未来、夢と希望のフロンティア。くすぐってた胸に投げ入れ、ファイヤー地平線で心飛ばすんだ。空回りの気持ちを蹴り上げたら先に行くぜ、次のフロンティア。叶うさ叶う、果てはもうすぐだぜ、できるできる。